お久しぶりです。シリュウです。今回諸葛展が情報修正されたということで、いても立ってもいられなくてですね、恥ずかしながら戻ってまいりました。このカードですね、登場した頃はまだコモンアンコモンのカードプールが少なくて、コモンアンコモンだけでフルコンボができるようになったのがあって、もうすごい嬉しくなって、その日ウキウキで回転凸して動画にした、そんな思い出がありますね。で、その動画なんですが、ありがたいことに僕の今までの動画の中で一番再生していただいている動画となってて、で、そちらの動画、三国志大戦諸葛展で動画検索すると一番上に出てくるよ、なんていう、そういう話も聞いていて、もう本当にありがたい限りです。そんな思い入れのあるカードですので、なんか情報修正されて、あ、ついに来たかと思って、いても立ってもいられなくて、まあ動画にさせていただきました。もう僕も以前いろいろやらかしちゃって、それで皆さんからもうお叱りのお言葉いただいて、まあもう本当にもう知っての通り、もうクソみたいな人間なんですけども、そんなクソなりにもう一度、失った信頼取り戻せるようにやっていきたいなと思ってますので、またお見かけした際はよろしくお願いします。そんな感じの、話をしていたら、開幕、相手が聖兵の方を打ってきたのに対して、こちらはローテで時間を稼いでという感じですね。主力の、リゲンとバシュが残っていたことによって、守りきれそうですね。で、ライドウが朝差しで長子を迎撃することができたので、白ゲージ自体も、リードを取ることができそう。扇さとゲージ差が取れたので、開幕は上敵という感じですかね。で、猛角をちょっと削り入れて、で、ライドを返すかどうかの判断ですが、諸葛展が兵力全開で復活しているので、諸葛展で返せそうという感じでしょうか。で、ライドを返して、その間に回復していた3部隊でラインを上げて、ちょっとでも塗りを進めて高いラインで戦えたらというところですね。この諸葛展なんですけど、範囲に自身が含むようになって、さらに範囲が以前よりちょっと根元に来ました。それによって、いろんな打ち方、範囲が近くなったことによって打ち方の幅が広がったかなと思います。また効果時間が、以前9カウントから、カウントがちょっと短くなりましたね。この後確認できるようなシーンがあるので、そこから見ていきましょうか。こちら、四季が、9のタイミングで早熟なる指令、9とちょっとですね。なので、このタイミングで四季4で、8カウントであれば1カウントで、4カウントで四季1たまるので、四季6ぐらいで打っていってギリギリ間に合うかなというところなんですが、では見ていきますか。で、四季6のタイミングで発動というところで切れてますね。ということは8カウントないっていうことになっちゃいますね。おそらく、7.7 カウントか 7.8 カウントであることが先ほどの一連の攻防から、推測されますね。で、相手は衣装、こちら、竜安楽やらかしちゃってるので、ゾウアワビの回復を割るにはちょっと火力が足りなそうなので、色差は取られちゃうんですが、ここはもう奥義の差がついてるので妥協して部隊の生存を優先。これはまあもうやらかしちゃったんで、リカバリーとしてはまあ妥協案っていう感じですかね。できることなら、最後に食軍の大攻勢知略と合わせてフルコンボを叩き込んでいく展開にしたいので、ここは我慢したりそう。相手は塗りを進めたところで、衣装を発動。衣装ですが、武力上昇値は、プラス2とあまり高くないので、こちら総武力27、高めのデッキなので、できることならば素武力でなるべく少ない被害で守りきれればというところ、どこは許してどこを止めるかが、判断するのがキーになりそうという感じですね。
宿友に、ライドを合わせて加工撃やバシューで止めて、ただ、さすがにやっぱ号令かかってるんで、ノーダメではしのげなさそうなので、横読みしている猛角の工場は妥協。というところで、相手の衣装が切れて、リゲンで追っかけて加工撃を撃破。で、兵力に余裕のあるリゲンと龍安楽で、ラインを上げて、残りの2部隊が後から上がっていく形。で、造兵に対して城壁工場だと、弾きが発生しちゃうので、一番工場力の高い、そう、特技工場のついたリゲンを中央に刺して、そのリゲンを他の2部隊で囲む形にしていきたいので、3点で張り付く形を取っていきたい。この3点で、深刺しすると横から、像を弾いた場合縄文側に弾くことになっちゃうので、まあ弾かれてもそこまで苦にはならないというところで、がっつり深く刺していきたいですね。というところで相手は鮮血の大号令で、それに対してこちらは、諸葛戦早熟なる指令、こちらは知略が乗っているので早めにフルコンしても大丈夫でしょう。まず何より高い火力で相手の宿友を一気にすりつぶす形にしたいですね。で、諸葛戦は兵力に余裕があってこれだけ武力差もあるので、衣装には迎撃角度で突っ込んでいって工場の一発をケチっていこうという感じで、ここで衣装を撃破して、ね、諸葛戦を上に上げていく。で、龍安楽が弓でマウントしているので長子の突撃は、弓ダメージと接触ダメージでなんとかなりそう。で、弓で、撃破したところで、龍安楽も工場に参加してより高い工場ダメージを叩き出しに行きたい。で、猛角を鮮血の大号令の上からすりつぶして、全員でマウントしてそのまま張り付いてゲームエンドというところですね。ここまで見ていただきありがとうございました。それでは、今日一日だけの復活ですが、またツイッターといろいろ仲良くしていただけると嬉しいです。続きまして2戦目。こちら昇格記念動画でもらえるやつなので、まあ、選んだ試合ではないのですが、エラッタが入ったリゲンが活躍した試合となっておりますので動画にしました。お相手、リテン達人ついてますね。いや、相手もこれ、リテンの知力が上がったのすごい嬉しいんじゃないですかね。というところで、ウキウキのプレイヤー同士の対戦見ていきましょう。こちらは、昇格記念動画は1個しか、まあ、ただでもらえるやつないので、お相手視点からの抽出の方の編集はなしとなっております。まあ、ちょっと編集してない動画上げるのも、あれかなって、あれっていうのは今のご時世的にですね、やっぱ公式が生配信の企画だったり、生配信サポートするっていうんで、すごいテンポリストだったり、実況者リストだったりとかやってて、今もう公式がすごい配信をしちゃってるじゃないですか。だから、配信者が、面白かった試合を動画にするみたいなのは結構、まあ、伸びると思うんですけど、今、純粋な動画で、まあなんか、伸びにくくなっちゃってるじゃないですか。今その配信全盛の時代というか、公式が配信推しなので、だからなんかちょっと僕的には編集してない動画っていうのはなんかもうやっぱこれだけ今配信の流れだからこそ配信でできないこと、まあそれこそ編集加えることだったり、そういうところやっていきたいかなとも思ってはいるんですが、今ちょっとまあお仕事の方の忙しい時期でしてまた時間ができたらそういった編集がっつり入れたやつとか、まあもう自分で立ち絵描いたり、まあボイスロイドなりでいろいろ編集工夫した動画も一度作ってみたいかなと思ってますね。で、ここなんですが、ちょっとずらして、リゲンで迎撃、長槍速速がついているリゲン、単体強化としてはかなり破格の性能を得ることができますね。こちら正気がつくことによってやっぱり直接戦闘力に関わるような、正気と単体強化との相性っていうのはすごいいいかなと思います。というところでこちらは無知の雄を発動、それに対して相手は、義軍の大攻勢、四季即軍、
これによって、相手は、高い攻城力を生かして序盤のうちにリードを取りに行こうという感じでしょうか。こちら柵で弾いて、で、長槍速速で迎撃。リゲンってまあ、経略効果だけ見るとそこまで高くないかもみたいに思っちゃうかもしれませんけど、これなんですよ、リゲンの強いのって。長槍が仕込める単体強化なので、他のまあ戦闘向けの将棋が仕込めないタイプの単体強化よりもデフォルトで長槍ついてる分白兵に強いよって感じですね。というところで、加工派の、工場を止めて、で総将も止めてれそうで、利点を馬州の弓で撃破して、で、内乱プラス、総将の工場一発という感じ。式7と式4で、で奥義さんもついているので上敵という感じですかね。で、総将をじっくり時間かけて撃破して、その間に兵力を整えて、こちら総将が生き返る前にカウンターしていきたいというところ。で、突撃を入れたところでお相手は長我を発動、仇討ちの覚悟で、こちらは総将が撤退している、ここが攻め時なのでできることならここで勝負。食軍の大攻勢、式知略、知略がつくことによって諸葛点の効果時間を伸ばすことができます。で諸葛点範囲がかなり根元に来たんですよね。それによりこういう入れ方もできるようになりました。以前より範囲がちょっと根元に来たんですよね。これによってまあ範囲の入れ方がいろいろ幅が広くなったかなと思います。で、ライドを竜安楽で挟んで諸葛戦の突撃を入れて長我を撃破で、その間に他の部隊がラインを上げていって、どこで、竜安楽を撃つかというところですね。ここ選択、工場入る前に撃ちたかったところではありますが、傲慢なる号令をさらに重ねることでこのまんま一気に城を取りに行こうという感じで、加工派を撃破したところで、竜安楽も工場に切り替えて、でこれは煙は出ていますが間に合わないと判断して利点に対して諸葛点で突撃で、利点の横弓を止めて、で、このまんまマウントしてリゲンの工場、これがでかいんですよ、特技工場ついたんでね、という感じで、リゲン大活躍の試合でした。こちらのカードぜひ使ってみてはと思います。そんな感じで、こちら2試合お送りしました。それではお疲れ様です。